皆さんおはようございます。ペンジマンサイです。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。今日は3年生常用漢字の陰の無ですね。説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては、右側の字が頭の高さ、足の高さ、両方とも長いですね。いいでしょうか。これも差を出して書いてくださいね。で、今日の字は、この最初に書くこの食の字の、この最初ののの字の払いと、ここの最後の平らに払うところ、ここを豪快に払うことでバランスが取られています。それではまず最初、少し頭下がってグッと押さえてからのの字、豪快にですね、字の上下間の半分使っております。で、ここはみ出したいので少し下がったところからですね、押さえて、で、左側の字は全部左右間の中心に揃えてくださいね。右側のラインを。で、次、斜めに押さえてまっすぐ。これ短いとあんまりかっこよくないですね。しっかりと長く書いてください。で、続いて、ふっくら右上がり。まあ普通の右上がりでもいいですけどね。で、左側をはみ出したいので、ちょっと早めに始めて書いております。右上がりで左右間の中心に合わせると、で、すぼめると、で、間隔を揃えて右上がり、右上がりで閉じていきます。で、この日の縦の長さもある程度の長さ書いた方がいいと思います。あまりぺちゃんこな日を書かないようにしてくださいね。で、ここはみ出す分少し中から始まります。斜めに押さえてまっすぐ。で、次もはみ出しますね。で、はみ出してこの右上がりはどの字よりも急激に右上がりですね。きつめの右上がりで、斜めに押さえて左右間の中心のところで合わせるといいですかね。ここのライン。続いて頭少し上がります。で、こののの字も短いより長い方がかっこいいと思います。しっかりと長くですね、書いて、どの辺まで書けばいいかチェックしておいてくださいね。この右上がりの到達点ぐらいでしょうか。で、そっからふっくらさせてください。次、ふっくらと書いて鋭角にピッといきます。で、今書いたふっくらの横線の真ん中からだとこんな感じの字になります。で、今日のお手本は今書いたふっくらの横線の長さのだいぶ左の方ですね、中心寄りに書いております。いいでしょうか。で、くっつけてですね、斜めに押さえてのの字、少し左側の字よりも足が長くなります。で、今書いたこののの字と足の高さを揃えて斜めに降りて、最後豪快に平らに払っていきます。いいでしょうか。ここの払いと最後の払いで豪快にすることによってバランスが取られております。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。